次に石川かおり君。石川かおり君、はい、立憲民主党の石川かおりでございます。今日は委員の皆様にご配慮いただきまして35分間質問させていただきたいと思います。野村大臣、先日も予算委員会で質問させていただきましたが、今日もちょっと聞きそびれたところなども含めまして、引き続き質問させていただきたいと思います。まずカレントアクセスについて伺いたいと思います。カレントアクセスは消費に対して輸入量が 5% 以上のものを、その輸入量を維持していきましょうというもので、生乳がこれだけ日本でダボついていると言われている中でも、毎年生乳換算で13万7千トン、輸入しているということでありますが、でこれは13万7千トンは義務ではないし、WTO 協定にも全量輸入しなければならないと書いてないということは、先日もご答弁いただきました。このことはこれでいいと思うんですけれども、で先日の予算委員会の中で、野村大臣からもご答弁いただきまして、この WTO 協定では、このカレントアクセスの全量輸入は義務ではないということと、そして平成6年の政府統一見解の中で、国家貿易として通常の場合には、当該数量の輸入を行うべきであるという見解が出されているというご答弁いただきましたが、通常の場合には、この当該数量の輸入を行うべきであるということでありますけれども、通常の場合とはどんな状態を示すんでしょうか。渡辺畜産局長。お答えをいたします。通常、政府統一見解の中の通常の場合とはどのような場合かということでございますけれども、政府統一見解におきましては、我が国が輸入しようとしても、輸出国が強作で輸出余力がないという等の客観的に輸入が困難な状況を例外的なケースとしてございまして、そのような客観的に輸入が困難な状況にない場合を通常の場合であると考えてございます。石川かおり君。はい、輸出国のその余力がない、客観など、余力がないなど、客観的に輸入が困難な状況ということがありましたけれども、まだ絞れる牛を早く今、肉にして処分していると、でそれに奨励金を今、つけているということで、頭数も減らし、酪農家は思うように牛乳を絞れないと。で在庫の脱脂粉乳は今 9.3 万トン、通常は4ヶ月から5ヶ月分の在庫が適正ですけれども、8ヶ月に積み上がっていると、で多額の投資をして、何十年という償還計画もなかなか見通しが立たないという農家が、国内にも大勢にいるという、こんな状況が今、通常と言えるでしょうか。渡辺畜産局長。お答えをいたします。繰り返しになりますけれども、輸出国が強作で輸出余力がないような、客観的に輸入が困難な状況ということが例外的なケースでございまして、そのような状況にない場合が通常の場合と考えてございます。11月の例えばバターの入札などもですね、基本的にはですね、国家貿易のバターの入札もほとんど全量が落札されているところでございまして、現在客観的にですね、輸入が困難な状況に当たるということは考えてございません。石川かおり君。はい、あくまでこれ相手国の都合の話を例に挙げつつもですね、輸入国の輸出余力がない等というふうに書いてありまして、今その国内の状況を見ますと、十分これ輸入が困難な状況とも私は逆に見えるんではないかなと、国内の状況から見てそういうふうに見えるんではないかなということも感じております。で先日岸田総理にもですね、このあたりを改めて国内で生乳がダボついていると言われているのに、毎年毎年生乳を輸入し続けるというのは、やっぱりこれ、誰が聞いてもおかしいと思いませんかと、納得できないと思いますということを質問いたしましたら、答弁はですね、運用については国内需給に極力悪影響を与えないようにすると。
って、国家貿易によって需給動向を踏まえながら、脱脂粉乳とかバターのこの割合を具体的に変化することができるという答弁されていましたけれども、この割合を変えてもですね、結局、生乳換算13万7千トンという枠自体は変わらないと。で、私はこの枠そのものの、が必要なのかどうなのかという、議論をしているわけでありまして、今、国内は抑制、それから減産というところに踏み切っている以上ですね、すでに国内の需給に影響が出ているとも十分言えるのではないかと。で、13万7千トンといいますと、例えば私の十勝管内の一つの町の出荷量にもなるわけですね。それを考えると非常に大きな数字なんですが、でそこで野村大臣にもお伺いしたいんですけれども、カレントアクセス、通常ならまだしもですね、先ほどから言っているような、こういった厳しい状況の中で、明らかに通常とは言えない状況の中で、13万7千トン輸入し続けることはどうしても納得できないという声はやはり生産現場から出ているのは耳に入っていると思いますけれども、改めてですね、生産者の方にどのように説明するのか、大臣の言葉でぜひ言っていただきたいと思います。野村農林水産大臣。はい、お答え申し上げますが、先般もそうした同じご質問をいただいて同じ答弁になってくると思うんですけれども、このことにつきましては、我が国がガット・ウルグアイランド交渉の結果で、WTO 協定に基づきまして、今、貿易をやっているわけでございます。だからその時も申し上げたんですけど、今、委員おっしゃるのは、酪農の乳製品のカレントアクセスの問題だと思いますけど、お米を考えていただきたいと、その時も申し上げました。お米もこれだけ生産調整といいますか、減反をしていただいている中で、それでも77万トンの輸入を、これは約束ごとでありますから、輸入している、それと同じことなんですよということを先般も申し上げたとおりでございまして、これは義務だとか、そういった法的な義務を負っているわけではありませんけど、これがすべてやっぱり国際的な制約といいますか、WTO のルールとして、我が国は輸入せざるを得ないと、こんな状況でありますので、ぜひお米と酪農、同じようにやっぱり考えていただいた方が分かりやすいんじゃないかと思います。米を作っておられる農家の皆さん方からも、あるいはもうこの WTO で交渉している最中にも、いろんな意見がございました。減反をさせていながら、なんで輸入するんだと、米の輸入なんてやめてしまえば、それだけ農家の皆さん方が米作りができるじゃないかと、こういうお話もあったんですけれども、しかしこれはもう WTO の法的な義務を負っているということを申し上げながら、今日まで来ているところでございますので、ぜひご理解をいただきたいと思います。石川香織君。はい、お米の話と一緒だというお話もいただきましたが、おっしゃる通り課題同じなんですよ。で、このミニマムアクセス の、 課題についてですね、ちょうど今年の5月11日に尾形委員が農水委員会で質疑をされておりまして、でこのミニマムアクセス米もですね、ガットウルグアイラウンド交渉 WTO 協定の中に、国家貿易であれば全量輸入しなければならないと直接書いていないわけでありますけれども、実際令和3年度のミニマムアクセス米の入札では、アメリカ産の米が1回2回と、入札成立せず、3回目の3月31日の年度末に、全量輸入するために、タイ産の米を輸入 していると。でこのミニマムアクセス米は、この77万6千トンですね、全量輸入している理由として、この内外価格差、価格差を上げているんですけれども、で問題はですね、今、この円安で、この相場も国産と外国産のものが変わらないという状況の中で、果たしてそこまでしなきゃいけないことなのかということなんですが、先日の予算委員会でも触れましたが、この入札の機会を国が提供するということで、国産のもの、安く外国産の脱脂粉乳などが手に入るのであれば、やっぱり業者にとってはニーズがあるかもしれませんけれども、実際、そのお米のミニマムアクセス米の入札の中でも、不落になっていることもあり、
それから、カレントアクセスの中でも実際不落になっているということが実際起きているということで、まあ、この国内の業者のニーズがそこまで高いくないときまでですね、全量輸入することはおかしいのではないかという論点は、大臣おっしゃるとおり、カレントアクセスもミニマムアクセスも全く同じだと思っております。で、今、まあ、その海外産のものが価格差がなくなってきているという中でありますけれども、まあ、結局、この13万7千トンという、まあ、数字が、まあ、あるわけでありまして、で今後、その円安とか相場の状況をもう毎日、注視する毎日だと思うんですけれども、年度末までに13万7千トン、まあ、入札で必要とする人がいるのであれば、これはいいと思うんですけれども、まあ、状況によっては、その不落を連続させてしまうということも、まあ、今の状況ではあり得るということだと思います、仮定の話ではありますが、で今まだ年度末まで時間もありますし、現実的に、まあ、この9月、10月、不落になっているということも考えますと、まあ、万一の場合ということも考えておく必要はあるのではないかと思います、まあ、そこでお伺いしますが、カレントアクセス未達の恐れもあるわけでありますけれども、こういった場合、政府の対応としてはどのようなことが想定されますでしょうか。渡辺畜産局長。お答えをいたします。委員ご指摘のとおり、国家貿易によります乳製品の入札でございますが、バターの9月と10月の入札において、これ輸入品の価格が高かったということで、一部不落があったところでございます。一方、直近11月に行われましたバターの入札では、輸入品価格が下落をしたことから、全量が落札されてございます。でバターの入札でございますけれども、これは毎月実施をしておりますけれども、ある月、不落が発生した場合はですね、WTO 上の義務でございます輸入機械の付与のために、その後の月にですね、再度入札機会を提供することとしてございます。で引き続きですね、入札落札のですね、状況を注視していきたいというふうに考えてございます。石川香織君。はい、非常に今のご答弁聞いていただいてもお分かりいただけるように綱渡りなんですよね。で1月に翌年度の数量を決定するということになっておりますけれども、やっぱりこのカレントアクセスについては凍結であったり、やっぱり数量を見直すべきではないかというところも非常に今現場から声が上がっていることであります。で今現状非常に厳しい状況の中で、来年はさらにですね、この日本の酪農業界厳しくなる可能性もあるという状況の中で、このカレントアクセスについてのこの疑問というのは、なかなかクリアにならないと思います。そして先日もまたお伺いしましたけれども、では食料支援に使えないのかということでありますけれども、まあ、なかなか高いハードルであるということも理解しつつも、現場の要望も高く、前例もあるということで、私も先日の予算委員会のその前の分科会でもこの質問しているんですけれども、で2006年にですね、この余剰の脱脂粉乳が出たということで、ウズベキスタンの障害児施設に100トン、送っているということでありますけれども、まあ、これ、2006年当時はですね、現地でお砂糖とか小麦とか油とこう混ぜて調理して食べたと。でその当時の報告書では、現地の子どもの栄養状態も改善されたと、まあ、しかし、なかなかこれを常にやるということは難しいけれども、まあ、インパクトのあったものであったというような内容でありました。で相手のリクエストやニーズがないとできないと、まあ、いうことでもありますが、まあ、そもそも途上国はなかなか乳製品馴染みがないのではないかということも感じますし、一方でその食料支援というのは形が残るものが適切であるという考えに基づくということも聞いておりますので、2006年の例は例外的であるということであったとしても、岸田総理も3年間で28億ドル3000億円ほどの食料支援をするということをスタートさせるというところになってきておりますし、まあ、こうした取り組み、まあ、本当にできないのかどうなのか、まあ、改めてさまざまな調整が必要なのは確かでありますけれども、もう一度やっぱり積極的に政府に考えていただきたいということも含めて、大臣に再びお伺いしたいと思います。委員長。野村農林水産大臣。はい、このことにつきましては先般もお答えして、そしてまた
林外務大臣からもお答えを申し上げましたけれども、やっぱり同じ答弁になってしまうんですが、この2006年に行われましたウズベキスタンでの栄養改善事業への支援につきましては、当時も今と同じように今よりもまだ厳しかったと思うんですが、需給が非常に緩みまして、廃棄という生乳の廃棄という事態まで陥ったわけでありました。そこでなんとかこれをできないかということで、ウズベキスタンの方へ支援をしたらどうかという、まあ、関係機関の要請に基づきまして実施をしたところでございます。まあ、このような海外への食料支援につきましては、非援助国などからの要請に基づいてやるということは、先般も外務大臣もお答えされましたけれども、我々としても要請がないのにこちらから送り届けるということは、なかなかできない話でありまして、現在のところ、脱脂粉乳への要請があるということの情報は聞いておりません。まあ、林大臣もですね、いろんな機会を捕らまえて、日本の今のこの生乳、脱脂粉乳の状況を説明して、もし必要であれば援助しますよということは言いたいと、こういうことをおっしゃっておられましたので、まあ、こういったことを他国の方から要請があるのかないのか分かりませんが、あった場合にはそれなりの対応をしていきたいと、こんなふうに思います。石川香織君。はい、まあ、これもですね、外務省や農水省、まあ、財務省なども関わって、さまざまな課題があるということを無理解をしておりますし、相手からのニーズがあるというところからスタートするということも聞いておりますけれども、とはいえですね、まあ、先日の委員会の中で質問した中で、まあ、非常に反響があったところでありまして、日本人の胃袋だけではなかなか解決できない問題でもあるということも感じておりますし、一方でその今回その2006年は100トンでありましたので、これですべて在庫問題が解決するわけではないということも分かっております。ただ国内にも今日明日食べるものに困っている方がいらっしゃると、で世界にも8億人食べられない人たちがいるという中で、やっぱり無駄にしないでこう必要とされているところに食料が行くということは、これ誰もが望んでいると思います。非常にいろんな課題はあるのは重々理解しつつも、まあ、非常にこういうことが求められているのではないかと、まあ、そういう仕組みを作るためにぜひ努力をしていただきたいということを重ねて要望させていただきたいと思います。そして次ですけれども、早期リタイアの牛の奨励金についてお伺いをしたいと思います。で、経産牛をこのお乳があんまり出ないとか、受胎あまりしないとか、そういう低能力といわれる牛を生産者自ら選んで、まあ、食肉の処理場へ早めにこうお肉にしてもらうと奨励金を出すというものでありますけれども、まあ、この表現もですね、早期リタイアという表現ですが、まあ、こんな甘いものではないということを申し上げたいと思いますけれども、要は家畜を処分しなさいと、手放すということになります。で、これがですね、3月から国が15万円、1頭当たり15万円出すというものでありますけれども、この牛に対して何か要件があるのかということをお伺いしたいと思います。例えば、牛の月齢であったり、それから経営体ごとのその頭数の上限とかですね、まあ、こういう要件があるのかということをご確認したいと思います。渡辺畜産局長。お答えをいたします。委員ご指摘の酪農経営改善緊急支援事業でございますが、例えば搾乳ロボットに合わない牛ですとか、乳量が少ない牛といったですね、経済合理性の低い牛の早期リタイアをして、生乳の需給ギャップの早期の改善と合わせて酪農経営の改善を図ることを目的としてございます。で、このため本事業に取り組む生産者にはですね、生乳生産の抑制計画を提出いただくことといたしまして、月齢要件につきましては、課さない方向で検討しているところでございます。で、また、酪農経営の改善も目的としてございまして、全頭をリタイアさせてですね、実質的に離農、酪農を廃業となるような計画については、対象としない方向で検討しているところでございます。石川香織君。はい、まあ、月齢に関しては要件を課さないということでありますけれども、まあ、その他の頭数とかですね、これは今後決まっていくのかなというような答弁でありました。
すでにもともと早く仕方なくこう絞れる牛をお肉にするということは現場でもしている生産者多いわけでありますけれども、3月からまあお金が出るのであれば当然3月まで、ちょっと待とうという人もこれいるわけでありまして、でそれぐらいみんな今現場が厳しいと、でこの年末ということもありますし、とにかく厳しいということはあって、それからその後のさまざまなこうバランスも含めて懸念があるというふうに私も現場から聞いております。で3月になりますと、この処理施設がですね、土地区上もいっぱいになってしまうんではないかと、受け入れしてもらえるんではないかということも、心配であると。でこの施策自体はですね、やはり、生産基盤を弱めるものに予算をつけるということですので、私は評価できないと思っておりますが、ただし、やるならばですね、みんなやっぱり今厳しいので、もっとこう3月ではなくて前倒しするべきではなかったのではないかという声も、これ本当に悲痛な声であるんですけれども、こういった声も上がっております。この点についてはいかがでしょうか。野中農林水産副大臣。現在生産団体の方々が、需給がですね、大幅に緩和する、いわゆる学校給食がなくなる年末年始、そして年度末に、生乳を廃棄しないように、でそういう状態に陥らないように自主的に抑制的な生産に取り組んでいるというふうに承知をしております。そして先生からございましたこの酪農経営改善緊急支援事業でございますけれども、これは来年度以降の生乳の需給ギャップを解消することで生産コストの上昇を適正に価格に反映できる環境を整え、酪農経営の改善を図ることを目的としたということであります。この需給改善を図ろうとする時期、期間が異なることを踏まえて、3月以降の実施とする方向で検討しております。先ほど生産現場からですね、この3月にこの集中することで価格が下落するとか、この畜場の受け入れを断られるんじゃないかという心配があるということを伺いました。この本事業に取り組む生産者に生乳生産抑制計画を提出していただくこととしており、食肉出荷が円滑に進むよう、関係者間で調整をしていただくように、促していきたいというふうに思っております。石川香織君。この需給ギャップの解消と、抑制というものをこう同時にやっていくような感じですね、というようなご答弁だったと思いますけれども、確かにこれからの春休みに入ったりですね、牛も分娩ラッシュに入りますので、非常に1年を通じて、正念場の時期に入ってくるわけでありますけれども、とにかく現場ではもう年を越せるかどうかですね、酪農家は年を笑って過ごせるのかと、越せるのかというような状況に陥っていることは確かであります。で生活への不安だけではなくて、このさまざまな、こういった早期リタイアの話も含めてですね、メンタルがかなりやっぱり非常に厳しい状況に追い込まれているということも感じておりますので、少しでも、早くですね、スピード感を持って、この酪農家を救済できるような、政策として前に進めていただくというところを合わせてお願いを申し上げたいと思うんですけれども、その上で非常に今、現場も注視をしておりますのが、加工原料乳、生産者補給金、収葬乳調整金といった補給金でありますけれども、今後、審議会を経て決定するということになっております。で当然、この補給金等を上げてもらうということを非常に現場から求められていると思いますけれども、それと同時に345万トン、これをしっかり維持していただくこと、これだけ経費が上がって、絞るに絞れないという状況の中で、補給金を上げていただくということは、現場の強い要望でもありまして、で今の状況では、自分の力では、自分の努力ではどうにもならない状況にも陥っているということだと思いますので、ここはですね、補給金等の単価、経営を支える上で非常に重要だと思います。大臣もこの点、お願いいたします。委員長。野村農林水産大臣。はい。石川委員にお答えを申し上げます。もうご承知のとおりですね、この先ほどもお答えしましたけれども、補給金単価は、生産コストの変動や、物価動向等を勘案して決めると、こういうことのルールがございます。この算式に基づきまして、
弾き出すわけでありますが、今お話がありました限度数量につきましても、まあ交付対象数量につきましても飲用牛乳および乳製品の自給事業等を考慮して、これもおっしゃいましたように食料農業農村政策審議会の意見を聞いて決めると、こういうあのルールになっておりますので、本年度もこのようなルールに基づきまして適切に算定をしてまいりたいと、こういうふうに思います。石川香織君、はい、あのまあ、いろいろな計算で算出をされているということなんですが、まあ、そのなかなかこれブラックボックスでありまして、生産者の方が納得するということを、まあ、これ非常に重要だと思っております。で、まあ、この消費もですね、あの345万トンの維持というところですけれども、昨年はこうもう一杯飲もうとかですね、結構あったんですけれども、ちょっと今年はそれがトーンダウンしているような気もいたしますので、やっぱり消費をしてもらうということは非常に重要ですので、飲んでいただける方はもっと、買っていただける方はもっと、使っていただける方は牛乳乳製品をもっと消費していただくということも重ねてですね、あのアピールをしていただきたいと思います。で、続いてあの餌の高騰についてお伺いをいたします。で、この目下餌高騰しておりますけれども、2008年にも今のような状況がありまして、まあ、餌代が高騰したということですけれども、まあ、この時は長期化しませんでしたので、まあ、その後の継続した対策というものは必要なかったわけでありますが、まあ、今回はなかなか見通しが立たないということで、まあ、今後も高い水準が予想されるというところもあります。で、この配合飼料のこの価格安定制度でありますけれども、これはあの高止まりしてしまうと補填額が少なくなるということが問題であると。で、今のようにダメージが長期化する場合に、この制度の仕組みそのものがマッチしているのかどうなのかということになると思います。で、この仕組みを、まあ、状況に応じて変えるべきではないかということも感じますけれども、この点、そのような議論はあるんでしょうか。渡辺畜産局長。お答えをいたします。配合飼料価格安定制度でございますけれども、これはあの飼料価格の急激な上昇の影響のですね、激変緩和が目的でございます。高い配合飼料価格が長期間継続するような場合には、畜種ごとに講じられております経営安定対策が措置をされておりますし、これまでのですね、飼料高騰時にはこうした対策により対応してきたところでございます。で、これまであのこの同制度のですね、異常補填基金への積み増しとして665億円、またあの飼料の高止まり対策として504億円を支援してきましたし、今回の第二次補正でも異常補填への103億円の積み増しを措置してございます。で、今回の高騰を受けまして、この制度につきましてはですね、保険を受け取る生産者の一部からは、高止まりしたときにも補填が出るよう見直しを求める声が上がっているというふうにも承知をしておりますが、一方で、基金へ積み立てを行う飼料メーカーですとか、生産者の団体の一部からは、高年度負担、あるいはその大きくなるその補填のための大きな負担と、いうような懸念から、あの補填単価の上限を設ける といったようなですね、負担軽減を求める声も逆に上がっているところでございます。まあ、様々な意見があることからですね、幅広く関係者の意見が ありまして、まあ、そういった議論が あるところでございます。石川香織君。このカバーの話と、それから負担の話ですね、まあ、非常に難しいところではありますけれども、とにかく今の状況でしっかり機能するような仕組みを目指すということは必要であります。で、この価格安定制度でありますけれども、まあ、配合飼料に限っての話であるということもあって、まあ、例えば牧草とかビートパルプとかトウモロコシとかですね、単味飼料なんかも入っていないということもありますので、やっぱりこの本来で言えばトータルの飼料代をカバーして救済する制度とか予算も必要であるのだろうなということも感じております。まあ、このこともぜひですね、餌代の高騰は本当にダメージですので、しっかり今後も議論していきたいと思っております。で、今酪農業界の話を中心にお伺いしましたけれども、酪農業界は7700億円産業と言われておりまして、非常に裾野が広いと。
酪農経営を継続できるかどうかというのは、まさにさまざまな産業、雇用に影響するということで、まあ、日本の食料安全保障の中に観点においても、非常に重要だと思っております。まあ、ぜひこの重要性も含めてですね、引き続きどう維持していくか、経営を維持していくかということに念頭を置きながら、支えていっていただきたいと思います。で、次にお砂糖についてお伺いをいたします。で、まあ、ビートのですね、交付金の上限を引き下げということが、まあ、今後、まあ、正式に決まるということでありますけれども、まあ、これもなかなか現場から非常に、まあ、落胆の声も上がっておりまして、まあ、そもそも輪作体系の維持も非常に心配をされますし、加えて、その芋に、まあ、加工用の芋に振り分けるといっても、種芋は少ないし、種芋農家も高齢化しているといった、まあ、こういう、まあ、たくさんの問題があると。で、加えて地域経済の影響が非常にこう大きく大きいということがあります。で、地域の雇用、関係人口にものすごく大きな影響を及ぼしていると。で、まあ、この点についてですね、やっぱり地域の経済をやっぱり衰退させてしまうのではないかということ、これは本当に地域にとっては大きな課題でありますけれども、まあ、この点について触れていただきながらですね、このビートのことについて大臣にちょっとご所見をお伺いしたいと思います。委員長。野村農林水産大臣。はい、ビート問題についてご質問がございましたのでお答え申し上げますが、このことにつきましては非常に毎年毎年、数量の限度数量のが大変この今までもこの議論が出てきたところでございまして、毎年この時期になると頭の痛い問題でありました。それはなぜかというと、やっぱり相当この生産量が増えてきた、で、一方で砂糖の消費が減ってきたという生産とこの製品の消費の方のこの下がり方がちょっとアンバランスが出てきてしまったために、なんとかここを対処していかなければ、今この製糖工場を経営する天才陶業の在庫量が増大していきますと経営が非常に厳しくなってくるということもございまして、このことについて今年は生産者の皆さんや団体の皆さんのご理解を得て、なんとかこの9万トン減らして生産をしていただきたいということでのお願いをしているところでございます。まあ、一番の問題はこれは私の鹿児島の砂糖もそうなんですけれども、砂糖きびもそうなんですが、糖化調整制度の砂糖勘定の収支が大幅に悪化してきたと。このままではこの制度を維持していくことが非常に厳しくなってくると。そうなりますと生産者にも、あるいはまた陶業メーカーの方にも大変なご迷惑をかけるというか、持続的な天才生産が非常に難しくなってくるのではないかというのを、もう数年前からそういうふうに思っておりまして、まあ、今回、皆さん方のご理解をいただきながらやって、まあ、いわば減らして9万トン減らすということにしたわけでありますが、その代わり天才生産の一部を加工用バレー所や豆類などの需要のある作目に変えていただきたいということでございまして、合わせて天才陶業の過剰在庫の解消に向けて需要拡大の促進をするというのも一方では大変重要なことでございまして、今般の補正予算におきまして、天才から需要のある作物への転換に必要な農業機械の導入や谷バレー所の供給拡大等への支援、あるいはまた天才陶業の過剰在庫の解消に向けた需要拡大対策を補正予算で措置したところでありまして、これらを通じて持続的な天才の生産及び天才陶業の経営につなげていきたいと、こんなふうに思っておりますので、このことにつきましても、ご理解をいただきたいと思っておるところでございます。石川香織君。はい、この糖化調整制度とかですね、日本人の消費が減っているといった、まあ、様々な課題があるということは理解をしております。ただ
なくす減らすのは簡単ですけれども、やっぱり資源の少ない日本で作れる貴重なエネルギー源であるので、やっぱりこれをどうやって工夫していくかという努力はまだまだ必要なんではないかと思います。で、最後にお伺いしたかったんですが、もう時間がなくなってしまいました。農業高校もですね、今非常に担い手確保のために頑張っているわけですけれども、物価高騰の影響を受けておりまして、いろいろな国の物価高騰の支援が使えないということで、ぜひ実習とか頑張っておりますので、農業高校の支援もぜひ国で後押ししていただきたいということを申し上げまして、質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。野村農林水産大臣、 ありがとうございます。今農業高校のことがありましたので一言だけで答えますが、現在ですね、農業高校、我々もいろんな資材や、いろんなものが不足しているなというのを数年前から感じておりまして、今年予算で、当初予算で4億、補正で3億つけまして、農業高校の機材を揃えようということを今やっているところでございます。はい、ありがとうございました。次に緑